はい、来ました、こちらチャンネルでございます。今日かっこいい車があるということで来ましたよ、はい、あそこから降りてきましたから、結構な急斜面を下ってきた、そうそうそう、あのぐるっと回ってくるのもめんどくさいから降りてきてました。全然ハーハーしないそうそうそう、っていうせいだ、せいでね、はい、で今日は、車紹介でございます。はい、で、これ23年一発目の車紹介ですよ。で車がこちらでございます。こちらね、はい、撮れましたかね、はい、撮れました。今日こちらの車をご紹介するんですけど、本当ね、あのうちのチャンネルって下情報ないんですよ、何撮るかとかね。そうじゃ、この車何ですか。ちょっとあの一回ちょっと外れていいですか、ね、はい、これ車種なんですか。プログレでございます。本日撮影はね、はい、プログレですよ。これはトヨタですか。トヨタですね、はい、レクサス、レクサス、あれレクサスじゃないですよね、さすがに分かりますよそれはね、はい、ちょもう一回いいですか、名前ダメですか、ダメですか、はい、じゃあ車紹介します、はい、あのプログレでございます、はい、非常にね、まあ、去年2022年いろんなイベントでお見かけをしてたんですよ、先行性イベントも含めてね。で本当にこの希少、まあ、あのさっきふざけましたけど私知ってますからプログレってことは、はい、で本当にねイベントで本当オンリーワンじゃないかな、プログレ他にいました、いないですよね、いないでしょ、いないですよね、いないでしょ、っていうところでちょっと今回お声をかけさせていただいたというところでございます。はい、じゃあちょっとここでオーナー様に登場いただきますか。お願いします。どうもどうもどうも、こんにちは、はい、オーナーのゆうたくんでございます、はい、よろしくお願いします。今日お願いします、はい、いやてかね、まずいろいろちょっと聞きたいことがね、はい、ありますよ、はい、これ失礼かもしれないけど、なんでプログレ選んだのかなっていうとか担当中に気になる。あれですね、知り合いから、うん、5万円であげるよって言われて、もともと17クラウンっていうのに乗ったんですけど、はいはいはい、それと、まあ、足回りとか部品が全部一緒で、うん、あ一緒なんだ。そうなんです、であで流用できるから的な感じで、そうですね、半分ネタですね、半分ネタ、はい、まあ、確かにね、はい、ネタちょっと一人が、そう確かに面白い、はい、ネタです。ってことは好きで買ったわけではない。そうですね、ということだ、はい、その話の流れ的に、まあ、17クラウンが乗り換えを考えてて来たから行っちゃおうかと。そうですね、面白半分で、面白半分で行ったと、はい、行っちゃいました、ね、まあでもやっぱ目立ってるっていうとか絶対考えたよね。そうですね、ね、もう車種目立ちは、車種目立ちはね間違いないよね。 なるほどね。で本当に特にその他なんかこれ、まあ、いろいろあるじゃない、まあセルシオだとか、はいはい、クラウンとか、はい、まあ、僕らのと LS とかっていうのにも目もくれず、いやいいなとは思います。うん、はい、ただまあ車面白いし、こっちの方が、うん、まあ、目立ち度的にって考えてってことです ね。なるほど、なるほどね、っていうところでございまして、これから、まあ、ちょっと話が進んでいっちゃうんでね、ここからゆうたくんの話を聞きながら車紹介をしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、それではですね、やっていきますよ。車種プログレですよ、プログレ、はい、プログレね、プログレいきましょう。はい、じゃあそれでもご紹介をしていきます。じゃあいつもでまずフロントから。これね、すみません、まず、はい、私がよくわかんないんで、はい、どこいじってます。そうですね、うん、いじってるところで言ったら、うん、この下の純正リップ、あ、エアロね、これ純正リップ。そうですね、ほうほう、純正です。でちょっと加工してて、うん、この奥の下がこう純正だと穴開いてる。ああなるほどね。ここを穴埋めてもらってるやつを買ったみたいな感じです、ね、うん、あ、埋めたわけではないんだ。そうですね、埋めてるやつを買ったんだ。はい、埋めてるやつを買いました。へえ、埋まってたんだね。埋まってたですね、はい、じゃあこれ純正のエアロに今一加工加えてるやつを買ったということですね。そうですね、はい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 、まあ、それ自分でやったってことですか。え、今それこれ漏れちゃうけど普通にこれ漏れちゃうけど、バレない、バレない、いやいや、バレるわ。まあ一応そのリップを、まあ、つけてますよと、はい、ってとこですね。
あとこれライトすごい綺麗だよね。ライトそうですね。これ新品に入れ替えてる感じ？これは一応新品です。新品だよね、はい、でこれなんかちょっとこのスモークがかって見えません？見える。見えますよね、うん、これは気のせいです。これ気のせいだった、はい、俺してんのかと思った。なんか若干なんかちょっと僕的にはすごいいいとこ拾ったのかなと思ったよ。これなんか言っとるよな、はい、言っちゃったけど気のせいです。気のせい、はい、冗談です。あ、言うたら結構ボケる系。そうですね、なんか見かけであんまりボケなさそうに見えられるんですけど、うんうんうん、今ボケたんだね、はい、唐突すぎて誰も気づかなかった今、はい、素通りするとこだった、ね、素通りするとこだった。あ、スモークかかってるよね。うん、そうですね、このまあ車種のグレードとかの話になっちゃうんですけど、うんうんうん、一応一番上のグレードで当時の、はいはい、ウォールナットパッケージの IR バージョンっていう。ウォールナットパッケージの IR バージョン、 IR バージョン、すごいね、なんか名前がね、はい、うんうん、それが一番上なんだ。一番上で、うん、まああのクラウンとかで言ったらアスリートとか、うんうん、こっちのちょっとこう若者向けじゃないんですけど、まあスポーツテイストな的な、はい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 、はい、レンズ類とかが純正でスモークになってる。純正で黒くなってるんだね。そうです。じゃあこれは、はい、でそれを新品にこれ買って入れたっていう感じ。そうです、このスモーク仕様の新品を多分自分が買ってもうないんじゃないかなっていう。あ、磨いたとかじゃなくて新品を見つけてきて買ったってこと、買ってつけたってことだ。そうです、ね、こだわってますね。新品は出ない、もう出ないと思います。あ、大事なスパッシャった。これ何年式ですか。これこれ平成30年式です。平成、え、ちょっと待って、平成30年で 5年押しってことはないです。まあボケたです。ちょっと待って、5年押しってことはないでしょ。あ、ないと、ないでしょ。ちょっと見え張っちゃいます。ありすぎだよ。ありすぎ、ありすぎ。実際いくつ。実際、2000年式なんで。2000年式、平成でいうと12年ですね。ってことは約20年前ですね、うん、これもあれですね、サンマルセルシオとか、あ、マルシマとか、その、そこら辺の時代ですよね。30年式ちょっと行き過ぎじゃない？行き過ぎですか？行き過ぎだよ、それは。28年とかの方が良かった。いやいや、それ2年しか読んで変わってない。2年しか変わってない。で、なるほど、2000年式ね。はい。うんうん。で、これさ、ちょっと脱線しまくっちゃいますけど、色純正？色はこれあれですね、缶スプレーで。すごい完成度高いね。ありがとうございます。すごいね、これってことで、まあ、塗ってるね。塗ってます。これね、思ったんですけど、レクサス純正色。そうです、ソニックチタニウムじゃないですか。そうです、ほら来た、ソニックチタニウムですよ。だから今日来たんだ、チャモさん。そういうことですよね。後ろにいるんですけど、そういうことですよね。あ、そうだよね。でもソニックチタニウムだよね、これね。そうです。あのチャムさんのロングの同じ色ですね。レクサス純正色。うん、これすごい。いや、そう一個思ったんですよ、見て。でもすごい、ね、違和感ないよね。違和感ない。これ缶スプレーなんだって。すなわけねえだろ。そんなすごい鋭い。だからあれだね。年式は2000年だけど、色は30年式ってことだよね。そういうことです。なので、もう年式も変わります。変わんねえよ。ボケちながら。今日終始こんな感じやってますからね。はい。はい。まあ、でも、すみません、戻ります。すみません、ちょっと飛ばしちゃったんで。2000年式なんですね。2000年式。うんうん。そう、確かにレンズすごいね。だから、確かに出てこないよね、パーツ。出てこないよね。出てこないよね。結構廃盤になってるものも多いので。そうだよね。はい。もう買えるときに買うしかないな。買っちゃってっていう。まあ、やっぱりその年式を感じさせず、ちゃんとそういうところもやってるってことですよね。そうですね。やっぱレンズ類は大事ですね。ね、あと、はい、まあ、あと全部紹介するんですけど、やっぱ事細かいところ結構変えてますよね。はい、そうですね。ね、さすがです。あとフロントあります？フロントは一応グリルを変えてます。これごめん、どこ変えてるのか分かんないけど、教えてもらっていい？ですね。一応車自体は、ウォールナットパッケージっていうのを買ってきたんですけれども、うん、グリルが、純正オプションのグリルになってて、最初、うんうんうん、あのもうフルメッキで、ちょっと昔のベンツっぽい感じだったんです。ああ、なるほどね、はい、あの横にこう全部ここがメッキってことね。全部メッキで、うんうんうん、それが嫌だったんで、そのウォールナットパッケージのグリルを新品で買ったんですけど、うんうん、部品がなくて、うん、で、まあ、ちょっとこの何ですかね、ウォールナットパッケージのグリルをオマージュして、うん、
自分でこの中口取って中を艶消しの黒で自分で塗ってます。へえ。これがもうまんま、そのウォールナットパッケージのグリルそのまんまの見た目なんで。なるほどね。本当はそれ見つけたかったけどないからなかったんで、このパッケージのやつに自分で作ったんだ。はい。へえ、すごいこだわり。これは缶スプレーですね。これマジの缶スプレーですね。そこでマジ出てきちゃう。そこで持ってるね、ゆうたくん。そこでマジ出てきちゃう。褒めてないんだよ。褒めてないんだよ。褒めてないんだよ。褒めてないよ。そういうアニメにいらないんだよ。これ缶スプレーね。これ本当に缶スプレー。あんまり取らないください。あんまり寄せて取らないください。綺麗だけどね。ちょっと、いろいろポスポス飛び石で。そうだね。ちょっとね、ちょっとあるけども。はい、そういうのさらしてくださいね。マジックでちょちょってやればすぐ治るんで。あ、まあ、タッチペン的なね。はい、タッチペンは全国どこでも売ってるんで。なるほど。ってことはやっぱその当時物っていうかちゃんとこだわってるんだね。綺麗、当時のやつ、当時の仕様なんだけどパーツ類をちゃんと新しくしてっていう感じで、まあ、極力古く見せないように。なるほど。古い車なんで。いや確かに2000年そうだよね。すごいわ。まあ、っていうところのフロントのご紹介と。これだいぶ喋ってますけど大丈夫ですか。フロントだけダンポちゃってこれミッキーに怒られます。そう、雑談挟んでいいですか。1分ね。1分、はい、うん、ミッキーが、うちの編集者のミッキーが、編集が大変だから時間を短くしてくれっていう。だからこれ喋りづらいわこれ。ミッキー、ミッキー、だからミッキーみんな応援してと。そうですね。僕も怒られますね。嫌われちゃうかもしれない、ね。はい、だから言っとくか。僕から仕掛けちゃったら。じゃあサイドに行きましてアルミのご紹介をします。まあ、これも言わずもがな RS ですね。そうです。これ前回車小僧さんでご紹介してるの見たんですよ。あの時フッツラでしたよね。そうですね。フッツラから変えましたね。変えました。変えましたね。これスーパー RS ですか。じゃないです。お、スーパー、これいいとこついた。多分私レベルだと多分スーパー RS っていうのしか多分私は知らない。そこちょっと自分話していいですか。あ、どうぞどうぞどうぞ。結構間違われることが多くて、うんうんうん、いや今そうリアルそれ聞きたい。今ここで、うん、まあ、これ見てる方たちに、うん、TBS の RS と、うん、TBS スーパー RS の違いを、うん、分かって、うん、あ、いやいい、それじゃ喋ろ。でこれスーパー RS じゃなくて TBS の RS なんですけど、うん、まあ、RS とスーパー RS で一番見て違うなっていうのがここのスポークのこの長さ、この長さと本数が全然違くて、うん、なんか若干素人目に見ても違うなっていうのは思った。そうですね。スーパー RS の方が、うん、この RS と比べると本数が少なくて足が長いのが特徴です。へー、これ伊田さん知ってますか。分かる分かる。本当かよ。知らなかった。知らなかった。いや絶対知らなかったでしょ。でかなりスーパー RS ですかって聞かれるんで、うん、これは RS ですっていう話だよね。はい、ちょっとそのどやった顔がいいね、はい、そのどやった顔がね。あれです。RS です。RS です。はい。はい。私も間違えてました。だからちょっと最初 RS って言ったんですけどね。ユニさん、それちゃんと残してくださいね。私、スーパー RS って言ってないですからね。はい。スーパー RS の新しいからね。うん、そのイメージなんですよ。そう。なんか2つあるなっていうのはあったんですけど、うん、まあ、今、ゆうたくんご説明してくれた通り、2つありますよっていう。で、RS の方が古いんですよね。古いですね。ね。で、RS は17インチまでしかないです。はい、出ました。RS は17インチまでしかないと。で、これは、リバレルしてますよね。してない。してます。してますよね。はい。リバレルね。さすがに知ってるのは分かるでしょ。それは分かるでしょ。リバレル。いや、ほら、これ、リバレル知らない方もいるんでね。お、リバレルっていうの。え、総長知ってるの。知ってます。おお。やってろうか。おお。やってろうか。おなんかちょっとそういう感じなんだ、うん、そういう感じなんだ。ですね、リバレルっていうのはこのリムあるじゃないですか。リムね、リムじゃないな、まあ、リムでいいんだ。リムですね、うん、このリムが浅い時、まあこのちょっと10秒ください。このまあ僕らこの、まあ、面を合わせるのにあたってこう、まあ、深いサイズを履きたいわけですよ、まあセオリーとして。でそれにあたってこの古いやつってディスクが10秒ください。
じゃあもうすみません、簡単にいきます。あのこのリムを変えるってことです。リバレルはより深いサイズのものに変えるっていうのをリバレルって言います。コシタニ用語で言うとね。用語ではない。まあ合ってる合ってる合ってますよね。合ってる。それで、あの設定のない、サイズにするために、リムを変えるんですよね。ちょっと待って、はい、ちょっと悔しいんだよ、はい、俺営業やってんだから。まだやる。なんで商品の説明ができねえんだって。まあすいません、そうリムを変えるってことです。より深いものに。基本的にこの浅いやつ、まあ、その中古で買ったアルミが、まあ、浅くてサイズがまだちょっとこれ深くしたいよとなった時に、このより深いものに変えれるんです。まあその2ピースなり3ピースなりいろいろあるんですけど、それがこの外せるものに関してはこのリムを深くよりできるわけです。でそれをすることをリバレルって言います。終わりました。終わりです。ありがとうございました。いや、変えてまた、まだか。はい、まあ、これがリバレルっていうのは一つ、そのリム替えのことですよということですね。はい、だからそれをしてより深いものに履き替えてますよということですね。はい、ゆうたくん合ってる。合ってます。ありがとうございます。まあ、このサイズは普通には売ってない。そう、普通には売ってなくてリバレルしてこの深いサイズに履き替えてますよっていうことですよ。まあでもこの RS 自体を見つけるの結構大変だと思うけどね。これ。そうですね。ホイールも話し出すと止まんなくなっちゃう。マニアなのよ。本当。4年半ぐらいかかるけど。普通だと思うんだけど、そうマニアだから。うん、やばい。で、車小僧さんの見た時だいぶね、うん、さらっとで、なんかうちの時は結構もう喋りたくてしょうがないみたいな感じで伝わるじゃないですか。俺は個人的に3時間ぐらい喋ってたもん。でもそれちょっと面倒くさいって言ってたじゃん。いやいや、面倒くさくないよ。ちょっとあいつ面倒くさいって言ってたじゃん。言ってねえだろよ。面倒くさいです、自分。自分で言うんだ。はい、まあ、好きなんだね。話し出すと、もう止まんなくなっちゃう。ないですね。じゃあ4年半かかるということで、もう次行きますか、はい、とりあえずね。はい、4年半後にまた4年後にまた、うん、終わってんだ話が。そしたら終わってる。それじゃあ始まりは何インチ、これ17インチ、はい、17、サイズは9.5J、はい、フロントは 9.5J の RS をリバレルして履かせてますという形ですね。これちなみに車高調、ダウンサスです。ダウンサスなんだ、はい、また珍しいですね。ちょっと待って、今気づいた。違うね。あ、違うっす、そのボケ方、ボケ方よ、そのボケ方絶妙すぎて。車高調ね。車高調、はい、車高調入れて、これ全切り可能ですか。そうですね、全切りは可能、はい、これ爪とかの処理はもちろんしてます。爪はちょっとそうですね、魔法かけて、うん、薄くしてますね。いや、その合ってんだけど意味合い的には、はい、そのちょっとボケてんだよね、うん、はい、爪折り、折りです。爪折り、もうフロントは切ってしまうと強度が落ちちゃって、うん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 、すぐ巻いちゃったりとか膨らんじゃったりとかするので、板金屋さんで、折ってもらって、もうしっかり強度が出るようにやってもらってるっていう、はい、ちょっと触っていいですか。あ、いいですよ。手折れちゃうかも。ああ、折ってます。綺麗に綺麗に折れてる。まあ確かにさっき言ったようにね、歪んできちゃうんですよね、これね。これダメだ、喋りだしたらこれ切れなくなっちゃう。これ足箱今何分取ってたってます。やばい。まだまだある。まだまだね、まだ3分の1しか折ってないね。上昇ですね、上昇。じゃあちょっとそろそろミッキーからちょっと怖いんで、うん、ちょっと サイドいきますか。これはついてるね、エアロー。え、サイドステップ、サイドステップ、いや、中古わかんない、ちょっとよくわかんない、またボケ続ける感じ。ついてるよね。ついてる。これってことは純正、純正です。純正の、サイドステップ、純正のサイドステップをつけてる、はい、純正オプション、はい、純正オプション、はい、了解です。で一応フロントはこういった、まあサイドはこういった感じという感じですね。これリアの方が深いかな。リアの方が深いです。 10.5J?10J ですね。 10J、 リア 10J、はい、でちょっと違いを持たせてますよ。そうですね、まあ、ちょっと話し出すとあれですけど、FR セダンはやっぱりリアの方が深い方が、うん、まあ、なんていうか、ステータスじゃないですけど、うん、はい、うん。っていうところの、まあ、セオリー通りにやってるっていう感じですかね。はい、ちゃんとビチビチのね、スライチでね、素晴らしいです。王道スタイルね。うんうん、これ、街乗り仕様っていうのかな。街乗り、そうです、どこにでも行けちゃうというか、行けるように基本的に、ね、足も
僕なりに考えて、あ、なんか乗り心地すごいいいでしょ。そうですね、そこにもこだわって、はい、やっぱりあの車は走ってるところが一番かっこいいっていうのが僕の考えなので。なるほど、峰さんまでふざけ出すというねもうミッキーの理想全部ゼロっていう終始取るよっていう。ごめんね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 、ちょっと盛り上がっちゃった。今度ジュース奢るかなジュースでいいってます。はい、まあ、一応サイズのご紹介こんな感じ。はい、でリア行きまして、あ、なんかこれがなんかちょっとあれ感じますね。これなんていうんだっけ、これこの17マジェスタとかこういうのじゃなかったですか。こういう、そうです、ね、当時こういうのは多いですよね。バックフォグ的な、バックフォグ的な感じのね。でこれエアロはまた流れ込んで純正のまま。そうですね、純正のままっていうか、一応フロントサイドリア3点で純正オプションのエアロがついてます。ついてるという感じですね、はい、なんかちょっとやっぱセルショっぽいんですかね、なんとなく、まあ、どことなくだけど年代がね、ね、かぶってるからね、かぶってますよね、まあ、ちょっとそこら辺のこのトヨタちょっと似通ってんのかなっていう、これはちょっとクラウンっぽいしっていうところですよね。そうです、ちょっと17マジェスタっぽいのかな、っぽいよね、はい、ケツね、はい、このテールとかも含めてね、そうだよね、はい、ちょっと17マジェスタっぽいなっていう。あとマフラー、はい、マフラーちょっとやんちゃしてる。いや全然純正です。これ純正、これ純正ってことはないでしょ。いや純正です。純正、いや純正だ、ね、もうちょっと純正なの、純正、ね、もうボケすぎられちゃって、どっちが本当だか分かんない、知らない車種なのにボケられまくっちゃってるから。まあ、結構いい音してるね、うん、じゃあまあ純正じゃねえじゃないじゃあ純正じゃない、どんだけボケもう長くなるじゃん。ちょっとこの出してる感じ、もともと純正は何なの、プログレの純正のマフラーを。もともとですね、ここ、うん、全然あの開口部があって、うん、まあ、ドルフィンっぽい感じで、こういうやつね。そうです、うん、でもう見えない感じですね、うん、そうですね、確かに、あ、近くで見ると分かる、切ってるもんね、そこね。切ってます、うんうんうん、切ってこう両側、あ、肩が2本出しで出してると、そうですね、いうとこですよね、はい、はい、全然切ってるけど自然だよね、なんか。そうですね、いや近くで見ると結構切ってる感あるよ。映した映した切ってるね、切ってますよね、近くで見ると。あの折り返し作ってないんで、はい、切りっぱなしなんで。そういうとこちょっと雑さ出たね、ちょっと。あの結構僕雑です。いや他結構かっきり切ってたのに。いや雑です。あ、雑なんだ、はい、そっかそっか。これ出ました、リアルです。これが今年、本当去年ね、めちゃめちゃ先行性結構行ったんじゃない。そうですね、イベントね、 ありがたいことに結構行ったよね、選んでいただいて、はい、でもこれが現状です。改造車なんかこんなもんです。性格出るよね、はい、性格がね、人の性格が。総長先行は先行、全部押してます。でも YouTube やってます、最高、ありがとうございます。語ってます。それで先行に出るにはどうやってやるかって喋るんですよ。すいません。すいません。浮かんねえのに。すいません。そう、浮かんないのに。だから私の作り方もしても押します。あれだす。すいません。ありがとうございます。ゆうたくんに聞かないと、どうしたら受かるか。どうしたら受かるかな。先行全部落ちてるの。難しいですね。そこボケろよ。いや答えを知ってるから。あ、しか知ってるから。答えを知ってるから。ちょっと気遣ってくれたら、はい、いらねえ。ちょっと DV やめてください。ごめんね。いや大丈夫です。ちょっと脱臼しました。戻してください。ありました。ミキごめんね、本当に。本当にごめん。楽しくなっちゃった。まだあるんだよ。まだある。まだ、まだ。見たいところある。そう、見たいところあるんですよ。あの、バックランプなんですけど。うん。これあの純正でスモークになってるんですよ、うんうん、でそれに合わせてテールはキャンディーブラックで塗ってもらってます。へえ、確かにね、若干スモーク入ってる感じ入ってます、このここと合わせるために。あ、でもさりげない、いやさりげない、さりげない、すごい。いや、なんか今の中で絶対なんかボケるのかなと思ったんですよ。これガチガチガチ、これガチガチ、これ言いたいね、これはね、俺気づいた。でもこの言われなきゃ分かんないカスタムっていいっすよね。そうね、結構評価高くないですか。総長だったらもう真っ黒に塗っちゃう。真っ黒塗っちゃう。
でもこれ塗ってたもんね。でこれナンバー、ナンバー隠しちゃうから、それ捕まってしまう。すいません、そうだよ。でもそれさりげないポイント入れてますっていうことでございます。あんまり暗くしすぎると、まあ、下品になっちゃうからね、これね。そうですね、あの分かんないぐらいのこう全体で馴染む感じ。こういうね、こだわりですよ、大切なのは。皆さんね、選考に受かるにはこういうことです。わかりました。で偉そう。まあこれ板金屋さんにやってみたらって言われて、あ、じゃあお願いしますって言っただけなんですけどね。でもすごくいいよね、はい、すごくいい。でも本当にリアルにこういうとこです。その選考生イベント受かるか受かんないかって、こういうとこ結構大事かなっていうと、さりげないポイントね。おかしい。まあ大事ですよね。あの去年の選考聞いてもらっていいですか。え、去年は選考全部落ちてます。ありがとうございます。今年はどうだろうね。今年も多分全部落ちます。だっておかしいでしょ、去年受かってないのに。なんて受かる努力をしました、ね、動画見てくれてんのかな、主催の方が。もしそうだとしたら、あいつなんか喋ってっから受からしてやろうっつって落とした。落とした。落とした。ちょっとすいません、ミッキーごめんね。次行く。ほんと終始ごめん、ミッキー終始ごめん。じゃあ中行こう、中。うん、中。中大丈夫？大丈夫です。開けて、はい、プログレの内装こちらでございます。あ、なんかやっぱあのセルシオに似てません？似てる似てる。セルシオに、てかセルシオよりもちょっと高級感ない、ないですか？そう、あのね、そのヘッドライトのさ、これでしょ。そう、レバーのね、これそれすごいよね。これがウォールナットってこと？そうです、そこだけウォールナットです。だけだ。はい、あの、そうです。ちょっと待って、ボケにボケ重ねないと、あの拾いきれないから。今いい内装を喋ってたから、はい、でもこれ内装全くいじってない？そうですね、いじってないですね。あー、ってことはこれが純正なんだ。はい。へえ、これもこれも純正？これも純正です。純正なんだ。で、この変なステッカーが貼ったんだ。本当だ。あの、あれですね、変じゃないです。ああ、やめていただいて。純正です、はい、なんでちょっとこれ圧がかけられてるんですか？なんで圧がかかってるの？圧がかかってる。いや、かかってない。かかってない。かかってないです。いろんな色々、いろんな著名人いるじゃない、うちの会話ね。はい。の、これすごくない？でもキラキラしたやつ。車買えってこいつ。偉そうに喋ってるだけで。車ねくせに。そう、うちのチャンネルひどくないですか？あの先行落ちまくってんのに偉そうに喋るやつと、車ないの偉そうに喋る。やりたい放題。ミネさんだけ。アワード取ってますから。はい、まあ、まあ、うちのメンバーがねって言えばいいじゃん。まあ、俺らはいいか。うん、いいよいいよ。いいよ。じゃあすみません。本当内装、まあすごい高級感ありますね。やっぱね、気になるのはここです。真ん中ね。そうそう。ゆうたくん乗っていい？これ。大丈夫です。ちょっと座ってみます。これね、ドキンですから。あの、これ多分僕運転できないです。それやり方知ってます？いや、これあの、いや、これ普通にさ、こういう、これ横行くんですよ。うん、あの僕の知識では、うん、こう上下しか行かないはずなの。え、なんで乗れないの？免許ないから。今時いる、ね、だってほら、ペダル3つあるもん。何免許だっけ？ AT 限定。 AT 限定でも、コンクリプト持ってるんですよね。コンクリプト乗れますよ。僕は乗る。乗れます、乗れます。あの、バイクも乗れます、マニュアル。ああ、でも、車 AT 限定。なんでだよ。わざわざネタ作るためにって感じなんだ。当時は全然考えてなかったね。まあ、マニュアルですよ、うん、これ、うん、乗せ替えてますね。だってサイドブレーキもこれじゃないもんね、うん、絶対。そうです、ね、この年、あの年式だとね。ほら、このね、すいません、汚い足がしますけど、このペダルがあって、うん、すごい、マニュアル乗せ替えてるわけですよ、これ。高級感がすごい、マジで、うん、LS オーナーから見てもって言ったりちょっと失礼かもしれないですけど、2000年の車ですよ。すごい高級感すごいわ。まあ、この頃の車の方がやっぱり素直にお金かかってるから。確かにね。そうか、ね、余計なことせずにというか。そうですね。これ内装は手つけないんだ。今年はゆくゆくはやれればなーっていう感じです。ああ、っていう感じなんだね。
行く行くは手をかけて行くけども、今現状はね、すごい、まあ、それでも十分十分だよね。どこに手をつけていいかっていうか、すごいいいよ、この感じがいい、いいっすね、すごいね、本当高級、もうなんか本当全然なんか思ってたのと違った、まあ、高級車、内装が良くてこの車買ったみたいな、あ、これ内装がね、はい、確かに確かに、これすごいわ、このさ高級感でマニュアルっていうのがまた違和感っていいよ、まあ普通はもっとスポーツテイスト、なんかこうなんか水野もいっぱいついてるじゃないですか、なんすかね、なんかいっぱいついてるじゃないですか、時計だよ、時計、時計か、うん、時計やったらブイブイする、時計か、でもこれ待って待って、これ時計、時計見えます、これアナログ、アナログですよ、高級車ですね、高級車だ、これ好きな人多いですから、うん、まあ、僕らなんかもね、うん、ええー、そうなの、あの時計がいいんですよ、なぜかアナログな、これアナログなんだね、すごいわ、そこもお気に入りポイント、これお気に入りだよね、これいいよね、いやいやいや、すいません、素晴らしい内装でございます、そしてですよ、そしてこのステッカーですよ、違うよ、違うよ、この18番、すごい、すごいいいですよ、これすごいね、ユタポン推しがなんかやられてっか何をやられてる、大丈夫か、大丈夫、なんかあったら言って俺に、大丈夫ですか、言っちゃって、いい、あのいないとこでね、あ、分かりました、うん、そう言うから俺、分かりました、うん、なんかすごい偉そうに言うけど車ねえからじゃあいや行きましょう、エンジンルームですよ、そうそう、うん、開けちゃっていい、大丈夫です、行きましょう、エンジンルーム、ここはいや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 、そこボケたくなかった、人の車も使ってボケるのは、そうです、じゃあ開けていただいていいですか、はい、これぐらいですか、いや見せてよ、見せてよ、見せてよ、確かに、うん、はい、来ました、さあミキ喋る、ここからまた、はい、じゃあこれご説明いいですか、ゆうたくん、これ、はい、はい、純正です、違うんだよ、違う、純正なんだけど、はい、純正です、言い方は間違ってないんだけど、はい、もうちょっと説明していいと思うよ、あ、いやでもあんまりボケない方がいいってことだったいやいやボケて、いや、やっぱボケなくていいけど、うん、あ、ここは本当に、はい、説明していただいていいですか、あ、本当です、はい、まあ、純正っちゃ純正なんですけど、うん、もともとこれ 1J のターボに乗せ替えてるんですけど、まあ、1J の NA からターボに乗せ替えてます、うん、これ 1J ってよく聞きますけど、はい、まあ僕なんか素人は分かんないんですけど、これよく聞くんですよ、 1J、 1J ですと GT ですで、エンジンの名前ですよね、はい、でこのなんでみんな単純になんで好きなんですか、あの、ね、音もそうだし、パワーがすごいあって、おうおうおう、で丈夫、あ、強いんですか、強い、おー、なんで、ドリシャに多いですよね、あ、だからとか、そうそう、そうです、ちょうど1ナノクラウンの V とかですよね、はい、これちょうど1ナノクラウンから移植、移植したんだ、NA をさらにターボにした、そうですね、 NA っていうのは僕の免許のことでいいですか、そうですね、あ、そういうことですよね、ナチュラルアスピレーションありがとうございます、ありがとうございます、そう、でも真面目に結構聞きますよね、今結構値段も上がってますよね、その 1J を積んでる車って高いですね、高いですよね、そうですね、でそのエンジンを乗せ替えてなおかつマニュアル化してるっていう、はい、で単純に聞きたいんだけど、はい、なんでみんなマニュアルにするの、うーん、操ってる感がやっぱり、やっぱ違うんだ、いいですね、演奏とかしない、しないです、坂道大丈夫、大丈夫です、大丈夫か、僕バックしちゃいますから僕はね、ぶら下がっちゃう、そう、まずできないんで使っちゃうんで、はい、なんでこれだからこのマニアの方にはというか好きな方はすごい好きなエンジンルームになってますよね、でこのキノコもついてね、マロさん、マロさんのキノコ、そう、マロさんの、そう、マロさんのキノコですね、こうやってね、はい、というところと、キャットタンクもついてる、このこれ普通？これはね、普通ついてないですよね。
エンジンがでかいってことですか。まあ、エンジンルームに対してエンジンがめちゃくちゃでかい。あ、じゃあこれ入れるの結構大変だったんじゃないですか。大変そうでしたね。大変そうでした。一言なんだね。今のボケいいね。そうだったんだ、はい、なるほどね。基本 DIY でやるんですけど、さすがに乗せ替えはちょっと一人じゃできなかったので、やってもらってっていう、あのショップの方にやっていただいてっていう感じですね。はいはい。そしたら大変そうだった。大変そうでしたね。なるほどね。僕は LINE を見てずっと、あ、お願いしますとしか言ったら、なるほどね、はい、まあちょっとね、まあ、こう言えるの、そうですね。いやいやいや、素晴らしい。気になるとこある、ね、そう、あるんですよ。あの、いや、普段ないついてないものがついてる。そう、そこですね。これこれ。バッテリーですか。バッテリーがついてるよ。それ知っとるわ。知っとるわ。ね、一応1年半やっとんだわ。車系 YouTuber やっとんだわ。これこれこれ。ブレーキマスターですか。これついてますよね。うん、これついてますよね。大きいそれ。うん、これこれこれ。それステアリングダンパーでしょ。ちょっとあの、分かんない名前出せばいいってもんじゃないから。ステダンはついてない、ね、大喜利じゃないんだよこれ。違うんすか。違うよ、大喜利やる別で。いや、ごめんなさい、自分今日大喜利チャンネルだと思って。大喜利チャンネルそうだと認識されてるのって来てたの、うん、そうですね、あの、そういう話で俺言った。そういう話で言ったの、はい、うん、車はあのおまけで、うん、一応僕メインでって話だった。あ、って話だった。はい、ほんと。じゃあもう車とね、そうだね。てかもうそれ最初に、うん、そしたら俺も終始それでやるって言ったから。あ、そしたらもうこうやってほらこうやって喋るでしょ、これずっと。本当にミッキーごめんね。はい、あの、真面目にして、これ、はい、これですよ。これ、まあ、ついてないと思うんですよ、普通の車で。ちょっとびっくりすると思うんですけど、アイデアだよね、これこれ。これ動くんです。これさ、バンパーが、フェンダーが、ね、ネーミング名付けてよ、これネーミング、なんていう商品名、なんていうパーツだろうこれ。ほらもうこれもうやめろって言ってるもん。今のボケです。車ボケてきた。そう、ビクッとした。あの、散々エンジンとかやってるのでダンパー変えてないっていうボケです。なるほど、ごめんなさい。はい、今もやれます。はい、どうぞ。この可動式のフロントフェンダー。可動式フロントフェンダー。まんまじゃねえかよ。可動式フロントフェンダー。はい。可変、可変。可変ダー。可変ダーにしようよ。ちょっと待って。うん。ちょっと黙ってもらっていい？今なんておっしゃった？可変ダー。てか、あの、振り、もう多分振り返ってるんですけど。ごめん、俺帰って早くスプラトゥーンやりてんだよ。やれよ、もう。じゃあ帰ってもいいよ、やれよ、もう。これ今日のとか大丈夫？ミキ、ごめんね。うん、本当に。一緒にスプラトゥーンやろう。で、まあ、これ、まあ、動くんですよ。動かすようにしてるんですよ。これは何のか。これ、うん、これは一応ハンドルを切った時にタイヤとフェンダーが干渉してしまうので、まあ、その時にフェンダーがこう膨らんでしまったりとか内側に巻き込んでしまったり、まあ、フェンダーが要は壊れないようにするためのまあ保護じゃないですけど、対策しろですね。はい。そう、これね。結構、まあ、僕ら界隈では、まあ、僕なんかも言われたことあるんですよ。このフェンダー動かすようにしたら巻かなくなるよっていう。でこれ僕、まあ、巻いてるわけですよね、2回ね。そう、巻きフェンダーなんですよ。でこういう風にしてれば巻かなかった可能性があるわけです。でこれ実際してるの初めて見た。これね、みんなやりたいって方結構いらっしゃるんですよ、これ。でも実際やっぱやり方が分かんないっていうか、こうやってやるんだっていうのはこれ一例になるんじゃないですか。これ本当勉強になる、これすごい。でもこれはすごいね、あの、画期的だと思う。そうですね、まあ逃げって言われればまあ逃げなんですけど、でも壊すのがいいかも。まあそうですね、かなと思って僕は。だって壊してる人いるんだ、いるから。そうそうそう、壊してる人ね、本当実際いるから、ここにね。壊していくらかって結構高いんだね、板金乗せかけるから。ちょっと傷つくのが高いんですよ。もう持ってっからいいか、やめて。まあでもリアルにそのね、このやっぱこのなんだろうね、まあ、巻くっての分かんないですけど、この、まあ、仮にこれが左折、まあ、右折するときにこうタイヤが出てくるじゃないですか。でこう回るわけじゃないですか。そうするとここに当たっちゃって巻くっていうのは、このフェンダーが中にバコンって入っちゃう。これ私は2回やってるんですけど、はい、それを防止するためでございます、分かりやすく言ったら。
これ動かないからまあ巻いちゃうんですよ。だからこれがちょっと動くようになってれば逃げるでしょっていうことですよ、うん、本当にね。さっきも言ったけどこれバコーって巻いちゃって直すのでね10万ぐらいかかるんですよ。これもう直してないですけどね、すぐやっちゃうから直しなさい。だから落ちるとかリアルな来た今。はい、まあ、一応そういったとこ本当すごい。これねちょっとこれためになったすごく、うん、これうちのメンバーもやりたいって言ってる人いるしね。これ久くんなんか見んじゃないですか、うん、この動くやつ。このただ結構考えてやらないとあのフェンダーのチリが合わなくなるんで、うん、その辺はもう微調整してっていう感じですかね。素晴らしい。でこれ商品の名前カフェンダーです。カフェンダー、仮面ライダーみたいでしょ。仮面ライダーみたいでかっこいい。ほらコメントいいほらー、はい、スプラトンやってろよもう。もうゆうたくんいいですよ。大丈夫です。はい、すみません、ありがとうございます。じゃあゆうたくんこれからカヘンダー2機ね。カヘンダー2機。カヘンダー2機。もっと逆らっていいんだぞ。もっと逆らっていいんだぞ。ちょっとこのありますよね、この界隈のちょっとね、ゆうたぽんさんに頭上がんない人。いいよ、全然どうしようしてください。私が言いますから。今ただスプラトゥーンやってるバカですから。すいません。といったところで今日のご紹介はプログエのご紹介させていただきましたよといったところですね。いやなんか本当に大喜利しに来たんだね今日。そうです。本当はね、そんなはっきり言うんだね。そうです、そんなまっすぐな目で言うんだね。ちょっと嘘つけないんで。そうだね、はい、すいません。じゃあ次は大喜利やろうか。そうです、また出てよ。はい、ね、頑張ります。というところで2023年一発目の車紹介でございました。本当にあと終始言ってます、ミッキーごめんなさい。ね、2023年は尺短くテロップ少なくて行きたいとありました。でも気づいたら今何分撮ってますか。40分ね、撮ってますよと。というところでミッキー頑張ってください。はい、じゃあまた来週。